ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおこんばんはです。ミネオです。はい、本日は、魔王軍への挑戦という新イベント、それとそれに付随してガチャ情報、こちらのおまとめをやっていきたいと思います。はい、では早速ドン。はい、今回、ステップアップガチャがありました。で、私ちょっと引いちゃったんであれなんですけど、ですね、星音確率 6% というところで、全部で確か最後まで引くと6100か200ジェムだったかな。はい、で、一番最後の、ガチャまで引くと星音推奨が確定で当たり、確率はですね、1,2,3,5 分の1かな。はい、マトリフ、フレイザード、レオナ、ベンガーナ、ヒュンケル、鎧の魔装、ダイ、リューマ人に迫るしものということで、主に槍に特化した部分なんで、マトリフ、フレイザード以外はまあまあ当たりかなといったピックアップガチャ、こちらが確定で引けるようになります。なので、凸関係推奨少ない人、引いて損はないかなというガチャじゃないかと個人的には思います。優勝ではないので、どのジェムでも引くことができます。はい、じゃあ続きましてね、はい、今回、ピックアップというかされてるガチャが、凸属性の、ガチャ、ということになります。で、優勝は、1回です。で、ピックアップがハーケンとこちらのユグドラシルになってます。はい、で提供割合がこの辺はいつも通りかな、 3%、 ピックアップ時は 1% で、宝探しポイント時は 33% ずつなんで、まあ約3分の1ということになります。なので、まあなかなか一発ハーケン狙いとかっていうとすり抜け結構あったりするかもしれないですが、まあもしね、どうしてもっていう方は引いてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続きましてね、ちょっとこれ書いて、左にあるような推奨バグなんですけど、これちょっとね結構めんどくさいかも。推奨を、レベルアップしようとして、例えば、これね、まあ、2回ポイント触れますよっていうところで、これ例えば最大2なんだけど1回ずつ振ったりした時になんか不具合が起こって、なんかエラーが出やすくなってます。なので、これ注意してください。なんか上げた時変な感じになるかもしれないんで、はい、上げるときは一気に上げた方がちょっとの間いいかもしれないです。はい、そして、今回ね、イベントに際してログボ最大1000ジェムがプレゼントされますので、毎日ログインしましょう。はい、じゃあイベント関連いきたいと思います。はい、イベントクエスト、魔王軍の挑戦、すいません。魔王軍への挑戦ということで、約2週間。はい、こちらツイッター等でもご紹介させていただきました、記憶体クロコダイの証ということで、突属性ダメージアッププラスの、証になってますが、これ一応ね、自身の突属性ダメージということなんで、個人になりますので、そこはご了承ください。はい、で、今回ミッションに関しましてはマルチ等はなくて、どんどん上に進んでいく形になります。はい、修行編が 1,2,3,4 とあって、そして本編が 1,2,3,4,5 とあります。で、3以降は、随時更新という形になりますので、8月3日、8月5日、8月7日という形で開放されていくようです。はい、で、ざっとやってみた感想は、本戦にまでだと割と簡単に勝てそうだし、まあオートでもいけなくもないと思います。で、証しっかり育てれればそれこそ確かに、全然本戦にまでは、まあ、楽勝とは言わないですけども、まあ、楽に勝てるんではないでしょうか。はい、そして、こちらですね、修行の 3,4 およびミッション、報酬で、決勝台あります。確か8個近くもっとかなもらえますので、これはぜひゲットしましょう。そして、こちら本戦1、こちらですね、こちらコンプリート報酬で防具進化の証、そして本戦2、こちらの初回報酬で決勝の極台がもらえます。
1個ですけどね。はい。そしてそれらのイベントミッションで鍵が5個あります。これそれぞれ5個もらえるのかな、最大が5個なのか分かんないですけど、今の現時点では一応5個もらうことができます。はい。そして問題ね、悪魔の騎士問題。これね、そこから言ったように集会場所は多分ここが一番いいと思います。これらの証に関しては多分もうクロコダイン取ってしまうとほぼ使わないんで、ほぼほぼこちら餌になるかなと。そうした時にこの槍の中級の紙紙片、そして筒の紙片が落ちるので、まあこれ周回するのがいいんじゃないかと思います。はい。ただこれスキップしちゃうとイベントミッションの計測には入らないので注意してください。なので手動で回る必要があります。はい。で、ミッション一応最大30周までありました。ただ意外と経験値多いんで、まあ途中からもうええわということでね、スキップされる方、経験値稼ぎたいキャラで行ってもいいかなとは思います。はい。そして、あともう一個ね、この本線2で一応これドロップなしって書いてますけども、ここね報酬はありませんと。報酬一応あります。はい。このクリア報酬はあります。ドロップ報酬はないですけど、クリア報酬のこの証はあるので、そこは注意してください。はい。で一応ですね、突属性の弱点なんですけども、一応霊属性もマイナス10ですが一応弱点にはなってますので、ここもまあ活用できる方はしてみてもいいんじゃないでしょうか。はい。そしてですね、ここ書いてないんですけど、お知らせのところですね、5日からこの同系列ミッションでなんと超魔生物ハドラーも登場ということで、このね下の方にちょろっと書いてますこれね、8月5日15時から15日まで、期間限定なのかな。はい。こちらも魔王軍への挑戦ということで、超魔生物ハドラーと戦えるということになるので、この2つですね、この2つがまあ夏休みイベント的な感じになるんでしょうか。でこれ一応超魔生物で、まあ、違うかもしれないですけど、前だと弱点が一応雷と残になってましたけども、今回はまあどうなるのかなと。まあ、雷で来るんだったらね、今回のこのこれね紋章戦、こちらがすごく役立ってくると思うんですけど、そのあたりどうなのかなっていうな。うん。まあいずれにせよね、一応今回その槍のプラス10の攻撃力アップついてるので、ぜひゲットしてはいかがでしょうか。はい。ある程度余裕で勝てる人だったらね、そこまで育てなくてもいいかなとも思いますし、まあ、あんまり奥義ないわっていう方はしっかり証育てれば割と勝てやすくなるようなイベントになってるのかなと思います。はい。いつもご視聴ありがとうございます。よろしければ Twitter のフォロー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということで今回魔王軍への挑戦ということで少しおまとめ情報をお伝えさせていただきました。またよろしければライブと遊びに来てください。それではバイバイ。